47 samurais are marching to the battlefields. Why are they doing so? How will the battle go? This is the most popular story of samurai in Japan. It was in 1701, which belongs to the Edo period. The Edo period is the age between the age of wars among samurais and the age of modern revolutionary government of 1868. The Edo shogunate was established in 1603, and its samurais built the peaceful stabilized order to the whole country. In that age, exchange with foreign countries and foreign people were strongly restricted, and Japan nurtured its unique systems and culture. This story started in the special day when the Tokugawa shogunate welcomed the envoy of the emperor. The emperor didn't have strong power in that time, but did have very high prestige of more than 1,000 years. His name is Asano. Asano was the senior samurai servant to the Tokugawa shogunate. Also, he was the lord who had the large territory to govern. So he had many samurai servants himself. The Tokugawa shogunate made him responsible for welcoming the envoy of the emperor. これとも妙相教ご到着を控えて本殿に約30余枚の畳、今夜中に新しく取り替える才覚がおありかな。<笑>朝の殿、どうなさる。<笑>大変な手落ちをしでかされたな。この上は見分する必要もなかろう。では、ごめん。<笑>これを根に持った吉良は、ことごとに陰険な手段を弄して、匠の髪をいじめ、辱めたのであります。 こらえにこらえた匠の髪の憤りもついに爆発する時が来たのです。こっち待て！こっちだ！キラの手傷はほんのわずかであったにもかかわらず、幕府は片手落ちな祭壇を下し、即日匠の髪に切腹を命じました。 かくて匠の神は無限の感慨を哀切極まりない一種の犠牲に託して、その短い生涯を閉じた。そして時を移さず二丁の早が阿公へ阿公へと陽妃に次いでひた走りに走り続けました。 直ちに全員総途上。満天下の中止を浴びて、兄弟家老大石蔵之助は、ご時世風さそう。花よりも名を我はまた。 春の名残をいかにとかせ。風さそう。花よりも名を我はまた。春の名残をいかにとかせ。<笑><笑>
でもお家再興を願い、無事に城明け渡しを終わった大石蔵之助は、三代にわたる領民たちと涙とともに別れを惜しみました。今の皆主の言葉、どのようお聞こでした。どころか軽石張り抜き石、あれも腹の底からの遊び好き。ドラゴンのっせ。そうか。まあお前の目を信用したいが、侍の腹の底まではな。この書士はひたすら大学様お取り立て相なる日を待たるるよう、もし財布の浪士にして軽挙のことあらば、大学様養成院はもとより芸州の御本家をはじめご親戚の諸家様並びにお取りなしくだされし、荒木様、岡戸様の方々にも深きご迷惑をおかけいたす次第なれば、くれぐれも自重くださるよう頼み入りそろう。蔵之助より。そんな悠長なことを言っていて、もし上杉家が光助殿を本国へ送るようなことがあれば、それこそ手を受け、いかなる手立ても及ばんぞ。大高、貴公の意見は。大石殿の意向を確かめよう。もし太陽に取り立て一年で一挙をやる気がなければ、我々財布の同志だけで結婚するんだ。そうだ、もし太陽に立ち向かなければ我々だけでやろう。よし、俺も同意だ。同意だ。一縷の望みをつないできた浅野家再興、すなわち大学取り立ての悲願に対し、ついに絶対の主権者たる将軍家の断が下された。去年3月、松の廊下における人情一件の潮に平に寛大にした浅野に国成氏は、世の指揮者もこれを認めるところにござります。これをこのままに捨ておかば、後世に悪しき例を残すこととも相なりましょう。しかれば浅野の維新どもの宗祖を取り上げ、この際大学を取り立ての儀。田島、手錠の沙汰が何とあれ、人情一件の採決は世が直々に下したものであるぞ。は晴れの儀式に汚点を残し、世の面目を失せしめたる長典ではないか。しかし、その方たち重ねて申すな。そこつ不謹慎なる匠守の射程取り立てなどはもってのほかだよ。恐れながら、それでは天眼の大砲が。荒木十郎左衛門様より肝入りあり、御老中衆の中にもお添えくださる方もございましたなれど、将軍家のお行き通りいまだ解けず、そこつ不謹慎なる匠の神の射程なれば、その儀はもってのほかないと仰せ出され。そこつ不謹慎なる
組どっかついに慶州のご本家お預けと血状をつかまつりました。尻尾は決まったぞ。何？ではついに蔵之助殿が。そうか。おい、ありがたい。いろいろ手はずを決めておかねばなら、急ぎ財布の同志を集めてくれ。うん、横川、早速手配を頼む。承知しました。大石江戸到着。いよいよ大事決行の時が迫った。さて、内入りの当屋に果たして神津之助が在宅であるかどうかを確かめることが極めて重大になってきた。年内予実なくすでに師走。塩殿、塩殿。おう、そうしよう。お耳に入れたいことがあって、今お宅へ伺ったところでした。接待へ。塩殿、14日の夜に私は土屋力様のお屋敷へ迎えで参りますが、その時にお隣の吉良様のお屋敷では境があると聞きましたが。境がとすれば、当屋は吉良殿はご在宅は間違いなし。ごめん。念のために内入りの光領を今一度申し合わせておく。戸を閉められ。前書きのこと、神津之助殿お屋敷へ押し込み働きのき、この上下あるべからず候、しかれば神津之助殿至急あげ候者も、警護一通りの者も当然たるべく候、神津之助殿討ち取り候とも、おのおの一命逃れざる覚悟なれば、この上は一同に申し合わせ、ちりぢりになり申すまじく候こと。公領一つ目指すは神津之助殿一人なり、乱れに摂政をいたすべからず。一つ女子供に手を下すべからず。ただし歯向こう者はこれを切る。一つ山と川とを味方の合言葉といたすべきこと。一つ火の用心つかまつり失火いたすまじきこと。一つ神津之助殿の所在突き止めたる者は、
飛び子の笛を吹いて合図をなすこと。以上。出発。Thank you.
たら一大事だぞ。海の神、ご自害の担当でございます。それながらこれにて。許してくれ、助けてくれ。命ばかりは、命ばかりは助けてくれ。この年寄りを何とする。
権に対してある者は暴挙として非難し、ある者は快挙として賛美した。しかしながら正道に背くゆえをもって元禄16年2月4日全員切腹を仰せつけられた。Thank you so much for watching this video. I am a Japanese descendant of samurai, and I will upload videos of samurai and Japan in English. I am really glad if you subscribe this channel. Thank you.